小学校2年生の頃理由は覚えていないが母に激しく怒られた「あんたはうちの子じゃない」みたいなことを言われたと思うはっきりと覚えてるのは大泣きしながら母親が仕事で使っていた赤色のサインペンで破った自由帳にこう書いたこと。 本当のお母さんを探しますそして俺は家でした両親は共働きで俺は小学校に入るまで母の職場の保育室で育っただから電車の乗り方は知っていたし実際その時も当時の自宅から 数百メートルの距離にある T 駅から電車に乗ったそして母の職場とは逆方向の電車に乗ったのは覚えているあとはその家出中に誰か優しい女性と海に行った記憶があるそしてすごく眩しい草原のイメージ その次にある記憶は俺が目を覚ますと自宅で寝ていて父と母が号泣して俺にすがりついているという場面それから俺は普通に生活していたと思う中学高校大学就職と今を生きている ただあの日以来何か世界が変わったような感覚が今でも拭いきれないそれ以来母は人が変わったように優しくなった3年前に母は他界した遺品整理の際に数冊の日記を見つけた 俺が行方不明になった日は母の激しい懺悔が記されていたそしてそこに貼り付けられていたのは俺が残したメモただ俺の記憶と違うのはそれが緑色のペンで書かれていたということそしてその後の日記から俺はどうやら行方不明で 警察も動いていたらしいということが読み取れた日々だんだん憔悴していく母の様子が記されていきある日発見という単語のあるページで日記は終わっていたその日を俺が行方不明から発見された日だとするのなら行方不明になった時から2週間 俺はどこに行っていたんだろう保育所で起きたこと小学校の入学式のこともおぼろげながら覚えているその家に帰ってからのこともそれなりに覚えているだけどその2週間の間のことは先に書いたことくらいしか覚えていない 父は十数年前に他界している当時と住んでいるところも変わっている母は俺には何も言わなかったし俺は俺で家出していたのは一日だけのことだと思っている一体何があったのか今更さらだけど知りたい 変われる「私は現在都心から離れた関東地方に一人で暮らしていますが数年前まで今思うと不思議な生活をしていました」「もともとの私は普通の家庭で普通に育ちごくごく一般的な人生だったはずなのです」 顔立ちや背格好もかもなく不可もなく頭の出来もそれなりで平凡な人間でした今の生活に戻ってから実家を確認したり同窓会に参加したりしてみましたがやはり私は私の記憶通りの普通の人間だったので私の気が違ってしまったということもなさそうです 精神科などの病院にはまだ行っていませんがおそらく妄想として片付けられてしまうことが目に見えているので今も病院は考えていませんもし同じような経験がある方がいらっしゃったら話を聞きたいと思いここに書きます前置きが長くなってしまいましたが一つ一つ思い出しながら 丁寧に書いていいいてきたいと思います私は関東の大学を出た後同じく関東の会社に内定をもらい一人暮らしの部屋も確保してあとは4月を待つだけという形で3月に大学を卒業しました大学を卒業し卒業式の何日か後に 用意していた部屋に移り住み実家から持ってきた電気カーペットの上で寝転びながら新しい家具を携帯でネットサーフィンしながら探していましたそこまでが私が覚えているかつての生活の私の最後の記憶です本当に説明の仕方がわからないのですが そこから先は「気がついたら」としか言いようがありません「物心がつく頃から」という感じで気がついたらある一家と一緒に暮らしていましたそれは今思うとただの居候などではなく明らかに「ペット」としての扱いでした しかし当時の私はそれを不満に思うこともなくまるでこれが私のあるべき姿であるかのように受け入れ充実した日々を過ごしていましたその一家は若い父と母お互い30代前半くらいと小学校中学年くらいのお嬢さんの3人でした 私は実名ではなく明らかにペットにつける名前で呼ばれていましたそれは犬っぽい名前でポチとかゴンといったそういう名前でしたかといって裸にさせられていたわけではなく私だけが着るユニフォームのような扱いでスウェット生地の服がありました それは毎日同じ色ではなく時に茶色だったり時にきなりだったりと地味な色ではあったものの汚らしいものではなくいい匂いのする清潔感のある服でしたしかし首には当然のように首輪がはめられていました確か青だった気がします 本当に犬用のホームセンターのペットコーナーに売ってるようなやつですまた私は毎日お嬢さんからご飯をもらっていましたそれは自分の手で食器を使って食べるという形ではなくお嬢さんがお嬢さんの手から私の口に運んでくれるというものでした 食べ物はパンやおにぎりが主でしたが私はそれに不満などは感じず毎日お腹いっぱい食べていたように思いますしかし飲み物は水だけでこれは大きなペットボトルを逆さにしてストローをつけたものでしたウサギやハムスターなどの小動物のゲージで よく見るやつと同じ仕組みだと思いますお風呂は毎日ではありませんが定期的に入れてもらっていました毎日お嬢さんが私の髪をブラッシングしてくれていたおかげか自分の体臭が気になったことはありませんというよりもその当時の私にはお風呂という概念が なかったようにも思います「紙」と書きましたが当時の私の容姿は間違いなく人形でしたお嬢さんと一緒に遊んでいた時もふと鏡を見た時も私は二足歩行でしたし見た目も間違いなく人間でした お嬢さんとあやとりをしたことも覚えていますあの一家と暮らしていた家は和室もありましたが洋室がほとんどで少し手狭なような気もしますが普通のどこにでもある一軒家といった感じでした庭は庭と呼べるほどの大きさではありませんでしたが お母さんがプランターでガーデニングをしていてお嬢さんはプチトマトがなるのを楽しみにしていました私は普通に日本語を話しておりお嬢さんはいつも私に話しかけてくれましたその一家は全員現代の日本人という感じでした 私はお嬢さんの話を、うん、うん、と聞くだけでしたが、何か問いかけを受けた時だけ言葉で返事していました。例えばその日、お嬢さんが着る服について、赤がいいかな、青がいいかな、と聞かれたら、うーん、赤がいいんじゃないかな、など、 時間という概念にも疎く、お嬢さんに起こされて起き、ご飯を食べ、お嬢さんが学校へ行き、お父さんが仕事に出かけ、お母さんが仕事部屋に入ると、私は与えられた寝床に寝転がって、うとうとしながら気がついたら寝て、また帰ってきたお嬢さんに起こされる。といった、はっきり言って、 何の役にも立たない存在として生活していましたお母さんは何か家で作業する仕事をしていたのだと思いますたまに疲れたように首を回しながらコーヒーを入れに部屋から出てきましたたまに私が「お疲れ様です」と言うと 優ししくく笑ってて頭を撫でてくれました。私の世話はほとんどがお嬢さんがしてくれていてお父さんやお母さんとはあまり話した覚えはありません特にお父さんとは挨拶以外の会話をしたことがないように思いますそうして私は その生活を満喫していましたお嬢さんや一家の顔や声はまだちゃんと覚えており会えば絶対にわかりますお嬢さんの名前もわかるのですがさすがにここで書くのはやめておきますお父さんとお母さんの名前はわかりません 名字も正直曖昧で多分これじゃないかというくらいですそしてここまで書いておいて本当に申し訳ないのですが話はこれで終わりなのですこのペットとしての生活をどのくらい過ごしたのかいつどうやって抜け出したのか何も 覚えていないなのです生活の終わりは突然でしたその家でいつものように寝床で寝ていて庭に出ていたお嬢さんがリビングに入ってくる気配がしました私の寝床はリビングにあり深い緑のカーペットの上が私のスペース という感じでしたそこに無印良品の人をダメにするクッションソファーがありそれが私の寝床でしたそして「まると私のペットとしての名前を呼ばれ返事をしようと振り向いた時次の瞬間には私は今の私に戻っていました 私が今の私として気がついたのは交差点の信号待ちの状態だったのです瞬きもした覚えはありません寝転がった状態から肩越しにお嬢さんを視界に入れようと頭だけ後ろに動かした瞬間に私は都心の交差点に立っていたのです そこは大通りというわけでもありませんでしたが何度か通ったことのある横断歩道でした全くわけがわからないまま歩行者信号は青になり周りの人の動きに合わせるように自然に足が動きましたとりあえず信号を渡り終わった後、その場で止まって 周りを見回していたらベビーカーを押す女性に「通ります」と言われて歩道の真ん中にいたことに気づいて道を譲りそれをきっかけに妙に冷静になりました幸い知っている道だったので最寄りの駅まで歩きながら持ち物を確認しました その時の持ち物と服装はいつものリュックにいつものちょっとそこまで程度の服装でしたリュックの中には飲みかけのペットボトルのお茶と数千円が入った財布とポータブルの充電機器それとなぜか買った覚えのない新品のイヤホン 携帯電話は上着のポケットに入っており日付を確認すると大学を卒業して2週間弱ほど経った平日でした時間は夕方の4時過ぎそこからは何が何だかわからないまままっすぐ一人暮らしの家に帰りました その日はお風呂にも入らず、着替えもせず、カーペットの上で上着を着たまま寝てしまいました。次の日、実家や友達に電話をしましたが、どう説明すればいいかもわからず、悩んだ末に、ここ二三日の間に私と連絡を取ったという人はいないだろうか、ということを聞いてしまい、 両親にも友達にも怪しがられておしまいでしたその後は予定通りに入社し何の変哲もない毎日を過ごしていますいまだにあれが夢であったとも現実であったとも判断がつきません夢だとしたら長すぎるし リアルすぎたし交差点にいたことを考えると無遊病など他の心配も出てきますかといって現実だとしたら異常すぎますし何より時間軸がおかしいいくら時間に縛られない生活をしていたとはいえあれは間違いなく23日という短い期間ではありませんでした 最低でも1ヶ月下手したら半年近い期間だったように思います海辺俺は小さな海辺の町で生まれた砂浜には松の木が立っていて 満潮時には松の根元まで水が来て海の中から木が生えているような不思議な光景になった引き潮の時は貝殻拾いをした赤ん坊の妹におはじきをしてみせたら喜ぶかなと思ったんだ目を上げるとキラキラ光る海面に 漁をする「船が引き上げてくるのを待ち構え網からこぼれ落ちたピチピチの魚を家族の人数分拾って俺はダッシュで家に帰った」「寺の鐘が鳴り終わるまでに帰ればセーフ」という決まりだったのだ。 楽しい毎日だったが、俺が幼稚園に入る年、うちの一家は東京に引っ越して、俺は東京のエスクの幼稚園に入った。と思っていた。小学校一年生の時までは。ところが、海辺で暮らしていた当時の写真が一枚もない。 親に聞くとうちはずーっと東京でこの同じ家に暮らしているそうだじゃあ旅行に行った時の記憶かなと首をひねると幼児や赤ん坊を連れて水遊びをするのは危ないからお前が幼稚園に入る前に家族で海に行ったことはないという。 貝殻のおはじきとか木の船とかお前いつの時代の話してんだよ」と両親からは笑われたでも夢や想像にしてはやけに記憶が鮮明で細かいんだよな3歳の子供の頭ででっち上げられるような似てーるでもないし まあいいかで今まで来ているが俺の人生における最大の謎ははいどうも皆さんこんばんは「ごま団子です、えー、今日は不思議な話を読ませていただきましたえー 今回読ませていただいた3つの不思議なお話これ全部記憶に関する不思議な話でしてえー、まあ記憶まあ記憶だよねうんで2つ目の話ねほんと不思議じゃないですか多分その主人公の方は前世が犬だったんですかねそれで大学卒業したあとに何かの弾みでその犬の時の記憶が蘇って でああだこうだなったみたいな感じなのかもしくは大学卒業してちょっと入社までに時間があるとでその期間に本当に現実世界に存在する、えー、その家族の犬と、えー、なんかのあれでこう魂が入れ替わっちゃったんでしょうかね。えー だからその主人公の方の方にはその犬の魂が入ってて、えー、でその主人公の方には,方は、えー、犬の方に魂が入っちゃったと、えーまあ、そういう感じなんですかねもしくは、えーまあ、平行世界があって、えー、違う平行世界の自分が犬で、えー、その時の自分とこう入れ替わってしまったのかみたいなねいろいろな、えー、パターンが考えられると思うんですが、まあ、一番有力説なのはやっぱり。 えー、まあその現実世界の犬と自分が、えー、魂が入れ替わっちゃったですかねでもそうなると時間軸がおかしくなるっていうのがまたねえー、説明がどういうことになっちゃうんだろうっていう感じでなんかすごい不思議なお話だなと思いながらねすごいめちゃくちゃ興奮しながら <laughs> 読ませていただきましたはいまあでも最終的にはね元に戻れてよかったですよね でも怖いのは今は普通に生活してるとのことですがまた、ね、入れ替わっちゃったらどうなるんだろうっていう感じですよねまさか犬の魂が自分の中に入ってきたとしてで自分をその犬がコントロールするわけじゃないですかそしたら <laughs> 仕事とかどうなっちゃうんでしょうね <laughs> <laughs> わ、まあ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 、んわんわんわんワンって言ってキーボードバンカラカラカラて叩いたりとかわ <laughs>、まあまあ、んワンっつって電話したりするんですかね、えー、同僚の人と話したりとかねえー まあまあまあ、まあ、はいということで、えー、本日のどのお話も本当に興味深く読ませていただきました、えー、本当に読ませていただきありがとうございました、えー、最近ね引っ越そうかなっていうふうに考えていたんですけども、えー、で不動産屋さんちょくちょく行ってたんですが、えー、決まりまりした、はい、で、えー、今度引っ越します <laughs> はい、あ、ということでね、えー、引っ越しがちょっと大変ですねまあそんな大変でもないか僕結構ね家にね物を置かない人なんですよ結構シンプルな生活をしてますねもうパソコンと、えー、テレビとあと何があればいいかなまあ家具とかはね、あのー、新居の方でえー、まあ買おうかな大きさに合わせてとか。 だから引っ越し、そんなに業者さん呼ばなくても大丈夫なレベルですかね。もう自分でなんか車借りたりとかして、その車に、の後部座席にちょっと入れちゃったりとかして、パソコンとか、あと必要な書類とかね、いろいろ。うん、まあ、だからそんなに引っ越しもかん、あのー、難しくないと思いますので、すぐ終わるっていう感じで。えー、ということで、引っ越します。<laughs> あー楽しみですね、えー、新居の方ねうーん、えー、またね、えー、引っ越したりとかしたらまたこういうコーナーでね言いたいと思うんですけども今度はね、えーまあ、結構都心の方に移動しますねうん楽しみですねうん <laughs>、はあ、っていう感じですはい 何の報告でしょうね、これね。またなんか、あのねえー、新居でね、えー、なんか、心霊体験とかしたら、またこういうところとか、ツイッターとかでね、ご報告したいと思います。<laughs> はい。ねえ。まあ、さすがに広島の、あの、三角折りトイレットペーパーの女性以上のことはなかなか起きないんじゃないかなっていうふうにね、思うんですけどね。えー、まあ、何かあったらまたね、報告したいと思います。 って感じでで、えー、団子の近況でございました、はい、てなわけで、えー、本日もここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。えー、よかったらこの動画に評価ボタンを押していったりとか、チャンネル登録の方ぜひぜひよろしくお願いいたします、えー。あとこの動画の詳細欄の方に僕のツイッターの URL、えー、あと兄弟でやってるチャンネルの URL、あ、明日からね、えー、兄弟チャンネル明日から多分ね、マイクラの動画上げ始めるのでよかったら見てください。はい。 えー、あとは、えーえー、新しく立ち上げたサイトのホラホリックスクールっていうサイトがあるんですけど、そちらの URL とかも、えー、詳細欄の方に貼っておきますので、よかったらチェックしてみてください。ということで、えー、じゃあまた次の動画、もしくは生配信、もしくは旅先で、ぜひぜひお会いいたしましょう。えー、ごま団子でした。おやすみなさい。あ おやすすみなさいいでで思い出したんですけど僕最近ねネットフリックスっていうのを入りましてあの月々いくら払えば、えー、映画とかね、えー、なんかドラマとかいろいろ見放題っていうのがあるんですけど、えー、それの1000円パックに入ってるんですけどもすごいねあれね本当寝る前にね、えー、ちょっと映画ちょくちょく見たりとかしてますねはい、えー、そんだけですということで <laughs> じゃあまた、えー、お会いいたしましょうごまだんごでしたおやすみなさい